ロシアの区民化戦車博物館にて展示される車両重地雷処理車マイニンラウマーは第二次世界大戦中にドイツで失策された地雷処理戦車アルトマルク自体工場有限会社製のものとクルップ社製のものがあった1940年9月16日ドイツ陸軍の要求によりアルケットとクルップの2社に戦闘中を含む路上及び不整地での機械的地雷 処理を行える車両の開発が発注され、アルケットでは1942年8月に、クルップでは1942年9月に試作車が完成したと言われている。アルケット製のものはアルキットマイニンローラー、クルップ車製のものはクルップローマー S と呼ばれる。側面、地雷処理のため、二つの巨大な前輪周辺に可動式の 州と呼ばれる構成ブロックが10個ずつ取り付けられ、また一つの小型の後輪も同様の構造を持つ。全周囲を 40mm 厚の装甲板で覆うことで対弾性を確保し、さらに車両の底面にも処理の際の爆発に耐えうるよう走行が貼られていた。また、自衛用として愛号戦車のものと思われる機重等が取り付けられていた。 同車は捕獲された一両が、区民化戦車博物館に展示されている。車両は、中央分割方式であり、直径2.7メートルの鋼鉄製車輪で130トンの、車体を支えた。車体形状は、アルケット製のものと全く違い、自衛用の砲塔は装備していない。また、アルケット製と異なり、車輪に、可動式集はない。地雷の処理面積を増やすため、 臨居は前後で異なっていた。ありがとうございます。